ジャモラントことテメトリウス・ジャメル・モラント、テマトリアス・ジョメル・モラント、1999年8月10日帯は、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州、ダルゼル出身のバスケットボール選手。NBA のメンフィス・グリズリーズ所属。ポジションは、ポイントガード。サウスカロライナ州、ダルゼル出身で、大学は、ケンタッキー州のマレー州立大学で2年生まで、プレーした。 2019年3月22日、NCWA トーナメント初戦のマーケット大学戦で17得点11リバウンド16アシストを記録、ドレーモンド・グリーン以来7年ぶり史上8人目のトリプルダブルを達成した。2019年6月20日の NBA ドラフトでメンフィス・グリーズリーズから1巡目指名を受けたに次ぐ。背番号は前シーズンに渡辺優太がつけていた。 12に決まった。右膝の手術の影響により、サマーリーグには出場しなかった。先発ポイントガードのマイク・コンリーがトレードで放出されたことにより、2019から20、シーズンは新人ながら開幕戦から先発出場し続けた。2020年2月9日のワシントン・ウィザーズ戦で27得点、10リバウンド10アシストを記録。 20歳5ヶ月の若さでトリプルダブルを達成した。平均アシスト数は新人で1位であり、再建中のグリズリーズをプレーオフ目前まで導いた功績と対抗馬とされていたドラフト1位のザイオン・ウィリアムソンの欠場数の多さからオフに新人王を受賞した。高い身体能力を持ちながら緩球をつけて、 相手に揺さぶりをかけるテクニックも持ち合わせているとの評価がある。身長は 191cm で NBA のポイントガードとしては平均的ながら両手で軽々とダンクができる高い跳躍力がある。ありがとうございます。